こんにちは、和田です。 NHK 大河ドラマどうする家康第33回裏切り者、この回はですね、今日2つに絞りたいと思います。1つは秀吉の関白任官から、もう1つは上田合戦の顛末についてです。でまず秀吉の関白任官ですけれども、信長のですね、後継者となった秀吉なんですけれども、秀吉はですね、全国の武士を統括する、役職にはついていなかったんですね。で、それは信長も同じだったわけでして、信長の場合はですね、朝廷の官職で見ると天正3年1575年に権の大納言、それから翌年内大臣、翌々年右大臣となったわけですけれども、その次の年全部官職を辞してですね、います。で注目されるのは天正10年1582年になって、朝廷がですね、信長に対していわゆる三式推任の意向を示したことなんです。この三式っていうのは何かと言いますと、一つは太政大臣から、もう一つが関白で、もう一つが征夷大将軍なんですね。ですから朝廷側は信長にこの3つの官職のうちのどれかお好きな役職についてほしいという、要請をしてきたわけなんです。でその返事を言う前に、本能寺の変で、信長は殺されてしまいましたので、どの役職に就こうとしたのかは明らかではなにおりません。ただ信長はですね、これ本来、藤原姓だったんですけれども、後に平姓に変えています。つまり平の清盛の子孫を称していますから、平の清盛が、太政大臣として、政権トップになったっていう先例から、もしかしたら、信長も、太政大臣を、希望していたのかもしれません。で実はですね、秀吉も信長と同じく初めのうちはですね、平姓を名乗っています。平秀吉と称していたわけなんですが、多分太政大臣を目指していたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ただ征夷大将軍を狙っていたとする説もあります。例のビンゴの共におりました足利義昭に、自分を有志にしてほしい、有志っていうのは養子じゃなくて、名前だけの後継ぎみたいなもんですが、有志にしてほしいと運動したことがあったからなんですね。ですから、もしかしたら秀吉は源姓源姓の足利氏となって、征夷大将軍になろうとしたということも考えられるわけです。ただ、この時足利義昭はその秀吉からの申し出を、断っています。で、ちょうどそのような折にですね、それまで、関白だった二条秋実という人が、罷免されています。で当時、近衛信忠が、関白になろうとして、左大臣も兼ねていたその二条秋実と争っていたわけですけれども、その間隙を縫って、公家の有名な菊亭春末、これを動かして、秀吉が関白になっております。つまり、藤原姓の秀吉ということで、武家関白の最初ということになります。これが天正13年1585年の7月11日のことになります。さて今日の2つ目のテーマ、上田合戦について、お話をしてまいります。天正10年1582年の、北条上杉徳川の三つどもえの戦い、つまり天正神武の乱の時に、真田昌幸は徳川方となった与田信繁や、それからすでに家康に仕えていた真田昌幸の弟信忠の説得もあって、その年の9月にですね、昌幸は徳川方となったわけです。でその後、上田城の築城に取り掛かるわけですけれども、この時、家康の資金援助だけではなくて、技術援助も受けていたというふうに言われています。でところが、その後真田昌幸は家康から沼田を返還しろと
という、まあ、命令を拒絶していますね、拒否しています。でこれ実は沼田寮はですね、お父さんの行綱以来、まあ、親子2代にわたって、まあ、獲得した土地ですので、何も家康から与えられた土地ではないという、そういう思いがあったんじゃないかなと思います。で、まあ、そうした、まあ、家康側からの勝手な、まあ、都合で、まあ、失いたくないというね、まあ、そういう理由だったというふうに思います。そして杉景勝に接近いたします。で、まあ、この時有名な話なんですけども、正幸は自分の次男の弁丸、まあ、後の真田信繁、まあ、通称幸村ですね、これを上杉景勝のところに、まあ、人質として送っております。まあ、こうして家康によるまあ、真田攻めが始まるわけで、まあ、この上田合戦がまあ勃発するわけです。まあ、後に、まあ、関ヶ原の戦いの時も上田城は戦場になりましたので、まあ、この時の戦いを第一次上田合戦というふうに呼んでおります。これがですね、天正13年1585年のうる8月2日、徳川軍はですね、鳥居元忠、それから大久保忠世、平岩親吉ら先手大将として、まあ、上田城の攻撃を始めています。まあ、その数約7000というふうに言われています。でそれに対して真田昌幸の方は、まあ、およそ2000で、上田城に籠城いたします。しかし戦いはですね、徳川方の惨敗で終わるわけですが、実はですね、これは私以前監修した真田三代と真田丸のすべての中に、まあ、この時の戦いの図を詳しくちょっと入れたんです。まあ、これがですね、いわゆる神川、神川と書いて神川の戦いと言ってますが、まあ、いわゆる、俗に言う食らいつかせ作戦などというね、まあ、真田昌幸の戦略をうまく使った戦いで、わずかな兵なんだけれども大軍徳川方を、まあ、撃退をしています。でその戦いの最中、例の家康の、まあ、重臣の家老の一人ですね、石川数正が出奔をしてしまいますので、まあ、すぐ家康からの撤退命令が出て、結局いわゆる第一次上田合戦は、まあ、徳川方の、まあ、負けというか、まあ、撤退で終わっております。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。